島から種を買ってそれを畑で育てて、ね、芽を出して花にしてまた種を取ってそれを福島に送って、それをあの福島の方たちがお仕事にされて、それをまたあの全国に売ったり配ったりして、あと燃料になったり、そういう活動をしてるんですけれども、そういう仲間がたくさん千曲市にいてやってるんですけれども、今種取り山ほど種を取って家にそれぞれ持ち帰って乾かしてるところなんです。なんか来年はもっとたくさんまたやってくれる人が増えたらいいなってね、京子さん思うんですけれども、結構ね種取りが大変で、種取りどころか刈るところとかね、とても大変だったんですけれども、賛同していただける方がいたら福島とつながっていただけたらなって思います。一緒に楽しく活動していますので一緒にやっていただけたらいいななんて思っています。最後の曲はですね、コインという曲です。一歩でも踏み出していけば見たこともない太陽が昇ります。私も本当に一歩踏み出して歌いたいななんて思って主婦になり子供を産み、その後に踏み出したいなと思って歌を歌うようになったら、たくさんの方に出会っていろんなことを、見たこともない景色をいろんな方に見せていただいています。これからももうちょっと続けてまだ見たことない景色を見れたらなって思っています。最後の曲コインです。種でした。ありがとうございました。
ということで、じゃあちなちゃんね、あのちょっと転換ありますんで、ちなちゃんは何もないもんね。じゃあこっちに来ていただいて、うん、あ、それ入ってないからか。ちくま市からお越しいただきました高谷さんですね。お疲れ様でした。ありがとうございましたね。やっぱり今日はあれでしょう、先日発売した CD ね、私もね買わせていただいたんですけど、やっぱねちなちゃんの歌声はなんか素敵だね。本当ですか？ありがとう、癒されます。本当にだんだん離れてきて、じゃああのね、せっかくだからさ、宮川さんもさっきあの宣伝してましたけどね、あの CD の、 あの作った経緯とか、そういうね、もう思いの丈をね、語ってください。どうぞ。はい、はい、恐れ入ります。ですね、CD 私、生まれて5年ぐらい前に初めてありがとうっていう曲を作ったんですけれども、ありがとうございます。それで、だんだん作って、夫のね、ありがとうっていう曲は、お友達の誕生日に送ったんです。ゆうさみさんっていう、シンガーソングライターの方がいて、その方がその友達に、誕生日に曲を送ってたのを見て、私もちょっと真似してみようと思って、初めて作ってみたんですよね。そしたら意外に作れてっていうか楽しくて、で喜ばれて、楽しかったんです。で次々作っていって曲がたまって、あ、もうこれは CD 死ぬ前に作りたいなと思って、はい、思い残すことあって死ぬの嫌だね、五郎さんね。そうどっちがいいってされてるんだか分からない。そうなんです。だからね、やりたいことやりたいなと思って、もうだからね、なるべく人に頼まれたことはやってみようと思うんです。小田さんもそうですよね。そう、その通りですね。わかんないですもん、明日死んじゃうかもしれないからね。そうなんですよ。小田さんはね、万人に好かれたいということで、万人にね、いや私も一部の方でいいんですけれども、私は愛してくれる方がいれば、本当にそれで一人でも聞いてくれる方がいればそれで嬉しくって、はい、すいません、マイク取っちゃってごめんなさい。それで、ジャケットの方は上條美香ちゃんっていう、それもお友達の車椅子の絵描きさんがいるんですけれども、結構っていうか世界的に活躍されてる上條美香ちゃんなんですけれども、難病を持っていながら、ありがとうございます。そうなんですよね、こちらで。そうなんです。あ、そうです、上條美香ちゃんが描いてくれた絵なんですけれども、はい、私のお願いで書いてくれたんですね。素晴らしいですね。はい、そうなんですよ。でレコーディングも和久井さんですね、はい、いろんな周りのお世話になってる方に、あ、ちょっとね、喋るなって言われてきたんだ。あんまり普段喋るから、あんまり喋るなって言われてきた。はい、すいません。で作らせていただいたんです。で5月15日にそのインディアライブザスカイでレコ初ライブやったんですけれども、もう、超満員で、皆さんお友達が来てくださって、はい、で CD の方は300枚作ったんです。で3ヶ月で半分皆さんに買っていただいて、あと半分残っているんです。ぜひね、ちょっと私生活にも困っているので。あ、今日はね、宮川マスターが買ってくれました。小田さんも買ってくれた。あ、もうね、皆さんね、お友達みんな買ってくださっている方ばかりなんです。こんなことばかり言っちゃいけません。聞いていただいた、今日ね、聞いていただいただけでも十分です。本当にありがとうございました。ベラベラ喋って申し訳ありません。年ばってくっちゃってね、もうすいません。はい、あー、いいですか、ありがとう。もうね、年齢の話今出ましたけどね、僕なんかもう思うんですよ、もうね、やり残すことを、年齢なんていうのがあるもん。こんなに、ちんちゃんさん、いつか俺のアシスタントやってくんねえかな。司会の。いや、でもね、いいですか。あ、じゃあ、はい、ね、すいません。そんな CD やってますんで、皆さん、見ていただけこちらのハンカチがですね、はい、CD になってます。CD。なんと、12曲も入って2000円。2000円でしたっけ？高くだけ、高い安いは心の問題ということで、ね、どうしたお客様に1曲100数十円です。皆さん買ってください。タレちゃんらしく、それを車椅子でね、女の子が描いた絵を表紙にして、最後ね、ローレイン
天空の物語、雫になって海から陸にかかる虹、思いつつありがとう、旧12億編成になってますね。皆さん、どうしましょう。じゃあここのブルイムのテーブルに、はい、今日何枚持ってきました？100枚持ってきてないですよね。8枚のうち1枚私買いましたんで、あとがしのぎだと思うんです。皆さんご協力をお願いします。はい、行かないよ。信頼の方が準備してますが、じゃあまず心配ね、やってますね。はい、じゃあ、あのね、ちゃんちゃんありがとうございましたね。じゃあ、またぜひもうね、一緒に、ね、歌ってください。楽しみしてます。はい、大きな拍手をお願いします。はい、はい。